みんなお仕事終わり。私も今日はね、暑すぎてほぼ家にいたんですけど、メイクをして出かけようと思ったんだけど、もう日焼け止めしか塗らなかった。で、日焼け止めしか塗ってないのに傷跡がこんなに治ったの。ほら、やけどの跡がめっちゃ綺麗に治った。すごくない？すごい。私は多分お風呂長湯とかしたり代謝いいから。アトロンっていうやつがめっちゃ効いた。お話し会の申し込みいつまでだろう。お話し会待ってる。22日の12時までっぽいわ。2時9、30待ってるね。最後だから。支払い忘れないようにね。わかんない。いつまでか私はわかんないですが。お話し会追加したい、ありがとう。今日はラーメン食べた。夕方ごろ食べたからまだ一食だね。でも今日は卵の賞味期限が今日までだからなんかしないとと思っています。映画でポップコーン食べてきたよ。いいな、コーン食べたい。今日なんか服を見に行ってちょっとだけ予定の合間に見に行って、めっちゃ顔タイプですって言われて、あ、店員さんにめっちゃ肌綺麗ですって言われて、何のファンデーション使ってるんですかって言われて、今日あれ日焼け止めだけですって言ったら、なんかすごいめっちゃびっくりされて褒められたのが今日一番嬉しかったことです。なんか
私が服見てたのに服の接客より私のことを褒めてくれて嬉しかった。なんかでもお世辞で言ってる人って私わかるんですよ。服とかも顔とかも可愛いとかっていう女子でよくあるじゃないですか。あれも、あ、絶対この人思ってないなとか、よくそういうの分かっちゃうんですけど、その方は、その店員さんは心から言ってて気持ちよかった。もう日焼け止め塗らないとダメだよね。日焼け止め塗らないともう肌が、今日30度以上だったのかな。日傘もね、差した。あと帽子もかぶって、もうマスクが本当に暑いから足がむくむ今日。ゆっくりお風呂入ろう。マスクさ、もうしなくなっていい制度になってから結構してない人多いよね、街中で見る。ダイヤサインが欲しい。私のサインももうあとちょっと、7月30日で私の今のサイン終わります。もしね、芸能を続けてまたサイン書く機会があったら変えたいなって思ってる。ヒダイヤじゃなくなるかも。お花、なんかお花って可愛すぎちゃうから、もうそれはアイドルだなと。サイン変わる、でもサイン書く機会あるかな、どうだろう。
27日のサイン当たりました。え、5月今月27日は初オンラインだ。ドキドキ。え、嬉しい。27日のオンラインお話し会撮った人、今のお話し会の受付はもう終了してるけどね。5月。え、みんな撮ってて嬉しい。何着てこ。でもさ、オンラインお話し会ってさ、そんなに服このぐらいしか見えないから。どうしようかな。対面の時は全身可愛いのにする。あ、そうだ、みんなにね、 AKB、 まあ、卒業しない間に嬉しいお知らせがあるから楽しみにしててね。まあ7月の30日以降ももちろん嬉しいお知らせはあるけど、まだ活動期間中にあると思うので楽しみにしててください。お腹空いてきた。とりあえず卵茹でよう。卵を茹でて、オムライスを、オムライスも作れたらいいなって思っています。多分作んないだろうと思いながら言ってみた。オムライスって言ったら可愛くない？アイドルみたいで。でも今日ラーメンにも卵入ってたし、卵の取りすぎって良くないらしい。私最近卵かけご飯ばっかり食べてる。卵を消費したくて、白いご飯も冷凍でめっちゃ残ってたから、卵かけご飯に韓国海苔でそれを巻いて食べてる。卵かけご飯あんまり食べたことなくて、久々に食べたら美味しかった。昔卵かけご飯に卵のふりかけ入れるのが好きで、なんか卵卵みたいな感じでめっちゃ好きだったんだよね。でも今うちにいなくて、ふりかけ
海苔で巻くからゼロカロリーそうで、美味しいものはゼロカロリーだから、だから美味しく食べたら太らないんですと思って私は生きてます。30分までやります。ご飯にかけるもので一番好きなのは何ですか。待って、明太子、それかけるのじゃない。こないだ牛カツを食べに行って、牛カツ元村って知ってますか、チェーン店なんですけど、食べ行って、なんかランチだと小鉢が3種類ついてくるのかな、明太子ととろろと、あとデザートのわらび餅がついてくるんだけど、なんかめっちゃ美味しかった。自分でね、牛カツ焼くの美味しい、ご飯いっぱい食べた。明太子食べ放題の天ぷら屋さんある。え、行ってみたい。あ、知ってる、そこ。ひだやの太ったとこ見たことない。私は昔は今より10キロ近く太ってましたよ。今はなんか大人になって太らなくなった。太ってもそんな調節できる程度、自分でなんとなく調節してるのかな。顔がだってね、フェイスラインこんなシュッてなってなかった。マジ顔痩せたい、卒業公演までに顔痩せたい。顔を何したらいいのかな。ハイフはやってるんだけど、マッサージもねあんまり良くないらしい。サウナはむくみ取り、まあ、サウナ行かないと私顔が本当にもうコンディション悪くなる。なんかね、ここはねあれなんだけど、ここが気になるの私。でも可愛いよって言ってくれてさ嬉しいけどさ、卒業公演だよ、卒業公演はさやっぱさ可愛くいたいじゃんっていうドレスも決めなきゃだし、曲も決めなきゃだし、日にちも決めなきゃだし、えい、みんな土日でも平日でも来てね。今めっちゃマネージャーさんと、あのいつにしようかって連絡してるんだけど、どうしようっていう。もしかしたら中旬の土日かも、土日ぐらいになっちゃうかもしれない、早まって。その辺結構ね AKB 自体が忙しい。卒業の話されると寂しい。卒業しますからね、そりゃしますよ。前向きだから。ハイフめっちゃ気持ちよくて好き。ハイフのあのジュアみたいなやつ。最初怖かった。でも土日でも2公演はやめてほしいんだよな、疲れちゃうからえー、嬉しいです。
何？情熱の配布、何熱って読むのこれ。普通夜公演、寂しいけど楽しみ、そう言ってくれて嬉しい。蓄熱？蓄熱ってなんだろう。STU のいちごちゃんがひだあやさんとご飯行きたい言って言ってたんで連絡してあげてね。なんか連絡先知りたいけど知らないんだよね私。なんなら卒業公演もぜひ見に来てって思うけど、どうやって連絡先を聞けばいいんだ。インスタやってるのかな。まだインスタやってないか。ツイッターをやってんのか。研究生だからまだやってないのか。ね、山梨の希望の星の48メンバーがもう一人になっちゃいますからね。頑張ってほしい。いちごちゃんのショールームで行ったくよ。どうやってマネージャーさん通してって感じなのか。DM してもらえばいいんじゃない。でもさ、やってないじゃん公式の。だからさ、もしかしたらファンの人がさ、怖そう。それは七瀬ちゃんまだ卒業しないよね。しないでしょ。七瀬もしてんの。そう、あの偽ったいちごちゃんが私いちごですみたいな、連絡先くださいっていうのがいっぱい来ちゃう。29、30のお話し会少しだけは取りました。嬉しい、ありがとう。ピアス使ってくれてありがとう。嬉しい、私からだった。では皆さん、言い残したことはないですか。今日はね、なんか疲れてる私。ぼーっとしちゃう。マジで眠いしそう。明日もね、いろいろ暇な日がないんだ。大好きって、ありがとう。じゃあ読みます。1位ゆずきちゃん、2位ピアノマンさん、3位ピータさん、4位エンヒルマヨちゃん、5位ミンミンさん、6位ナハハンさん、7位もう少しねさん、8位ノブさん、9位ハーマンさん、10位カズさん、11位トシくん、12位ウエトッチ、13位アキラさんです。世界一可愛い大好き、ありがとう。こういう絵文字あるよね。では、おやすみ。メール送ります。バイバーイ。